323ヤードパー4です。160ぐらい。はい。どうしよう。どうする？ここです。どうしよう。ピンはここです。どうしようか。うん。でもなんかちょっと右目がいいよね。右池見えてるよ。あ、見えてます。でもあそこには行かないっしょ。さて。じゃあピン方向狙ってみや、見ます。うん。あ、でもいいよ。結果良さげ。ごめん、今アップしてるわ。わっしょい。何、わっしょいっつった。わっしょい。カモに当てるか。うまい。うまいよ、ゆきりん。うまい。うまい。マジでうまくなった。あー、やばい。どう？転がる？あ、ナイス。やばい、押さえてしまって、やばい、全く動くんです負けてる、じゅんさん、やばい、やばいです、やばい、じゅんちゃんのアメリカ芝を再現しますので、アップで再現します。こんな感じです。こんな感じです。これね、例えば素振りしますよ。もうほら、こ、もう抜けない、滑らせられない。これはで直接入れようとしてもなんか引っかかっちゃうんだよね。これはむずいですよ。どうやって打ったらいいんだろうね。開いて強く。開いて強くか。こう？で、開いて強く、バンカーショットみたいに。ああ、こうか。バンカーショットみたいにチャイムまで振り抜く。開いて強く。怖いな。怖いね。うん、まあ日本の芝はサクッとしてるからね。トップしたらビューって言っちゃうもんね。うん。うん、パー5、初パー5。の446ヤードで上げてます。あ、ビームね。あどこまで行くの？おいおいおい、つま先上がってます。あー、嫌いなやつだ。つま先上がってんよ、めっちゃ低くだ。じゃあここ、こっちだな。うん、長いな。右かかと、右かかとに乗る、しっかり。パーフェクト。オッケー。テイクバックでこうなってたんですよね。で、こう打ってたから。一気に今左のバンカーショットを狙ってます。
左のバンカー狙い。じゅんちゃん、アメリカの芝にまた挑戦します。今回のライはこんな感じです。左足上がりのこんな感じです。あ、でもちょっと抜けやすいかもしれないですね。こんな感じですね。これはね、意外にちょんってちょんって、さあ、うまくいくか。さあ、寄せ腕でアメリカ国風なるか。多分スラーだと思う。わからん。うー、来た。イエーイ、寄せ腕パー。すごい、ナイスパー。いいね、パター、ありがとうございます。アメリカ国風しました。まだ、はい、175パー3、7番アウトです。左向いてなかったよ。まっすぐ向いてたよ。ちょっと出だしが悪い。左から右にキックするから。なるほど。うん。だから左目狙いの方がいいですよ。5番ウッドで。いい。おお、まっすぐ。おお、これは刺してますよ。あれ。ゆっくり振ってください。ゆっくり。おー、いいじゃない。いいよ。いしょ。足りない。いや、でもまっすぐ飛んでますね。はい。よいしょ。
アプローチ。いやゆきりん本当に上手くなったね。アプローチ。ボギーだ。私もボギーです。